バウアー横浜遺跡が、はガチ、やっば、え、まあ確かに練習では来てたけど、は1年4億やば、ガチで優勝する気だ。まあでも大貫さんの怪我もあるし、まあそういうことなんだろうな。緊急補強みたいなとこも多分ある。理解が追いつかない。でこれ外国人枠どうすんねんっていう話にもなるんだよな。まあでも1年間ブランクがあんのよな。1年4億って高ない？クソ安いだろ。逆に4億でいいんですかって感じ。真面目にプレイしてくれるか。いやでももうベイスターズの選手たちとコミュニケーションすでに取ってるんで、数年前に、2年前3年前あれコロナより前か、やってくれるんじゃないですかバウアー。いややってくれるなベイスターズ、マジかよ。じゃあ明日あたりウェルカムトゥーベイスターズ、ウェルカムトゥー横浜 V 出るバウアー。まあ1年で帰りそうな感じはするけどね。いやグリエル獲得の時以来の、マジかマジか。試合に集中できなそうだな。バウアーユニゲン爆売れしそうだな。いやでも1年だけでもいいよ、過去一番の思う。いや間違いないっすねって。3年前にサイヤング、そもそも日本に3年メジャーでサイヤング取ってから3年で来た助っ人っていますかって話なんよな。そうあと MLB からの評価が、評価というか今立ち位置がなちょっとやらかしてるからな。よっしゃあ。いやこれ先発ローテ1枚埋まんのでかすぎ。いや1回目に焼き付けたいなバウアー。じゃあ次はバウアー選手に100の質問かな。バウアーゲッツァー。ベイスターズのツイッターもう言った、 Who's next、 もう出てるって、もう出てるって情報。 Who's next じゃないよ。二本合わせ失敗してる。におわせ失敗してますよ。なんでいつも漏れないのに今日漏れちゃったんだ。いつも漏れないのにな。ああ何してんだよ千代姫、今バウアーのこと考えてただろう。もう最悪マジで、あもうマジ最悪。ヴァンガードもバウアーのことばっか考えてたわ。いやこれ PR が56いらねえよ。あーまあでも初日50やまあまあかな。バウアーのちょもうバウアーのピッチング集見よう。もう今からパープル一旦終わり。もうパープル一旦終わろう。本当に来んの？マジで言ってんの？いいんですか？信じらんない。本当に信じらんないわ。夢じゃないこれ。夢じゃないのこれ。俺最後の YouTube 検索履歴カンベクフォだったわ。切れる、煽る、流血、寝る、いろいろなバウアー。これちょっと後で。